はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、好きなように語ってみた第2弾ということで、前回は秀樹さんでございましたが、今回は沢田健二さん、ジュリーを行こうかなと思っております。最近よ、私に喋らせますね。っていうのも普段の進行を僕が多く喋っちゃうじゃないですか。たまにはちょっとランさんで喋らしたろかっていう感じで、喋らしたろかって喋らしたろかと思いまして、やってるわけでございますよ。いやはやいやはや、まあ、今ね、私 の, あの推し活の、ね、あの推し面の推し面のジュリー、2人のうちの1人でございます。ジュリーはね推し面でございますでもね、私あのジュリーと秀樹さん、まあ、平等に好きですけれども、うん、あの好きであるんで、まあ、お二方とも役割が違います、はあ、役割ってなんやねん、はあ、今話ですけども、はあはあ、あのジュリーはあの言ったらもうお美しいじゃないですか、うんうんうん、でもこんなん言ったら語弊生みますけれども、うん、私鑑賞用の推し面でございますはいはいはい、はい、もうね、眺めてるだけでも幸せ、あの付き合いたいとかそういう気持ちではないんです、うんうん、もう美しくて眺めてて、うん、あ綺麗やな。あ、それあの男で言う初恋の人ってそういう見方すんねんな。そうなんですか、うん、初恋の人ってそのなんか付き合いたいとかいうよりもなんかすごいそういうなんちゅうの、うん、だから俺未だに神様やもんな。あ、神様、あーなるほどね、うん、あの神聖なるなんか女神様みたいな感じで、ね、そういう風な感じで見ちゃうよね。それと一緒かもしれない、ね、なんかあのなんていうんですか、額縁に入れて見ときたいとか箱に入れて見ときたいっていう感じのタイプなんですよ、自分って。もうなんせね、あの顔の造形一個一個いちいち綺麗じゃないですか。目綺麗、鼻綺麗で、輪郭も綺麗なんですよ、シュッてしてて、で口もやっぱセクシーやないですか、うん、これ全部綺麗やから言ったらもうほんまに二次元の人なんですよ、私の中では。なんか二次元がちょっと立体化しましたみたいな感じの方なので、だから当時で言った衣装もそうやもんな。そうなん、あんまりその普段その他のアーティストが着るような衣装はないから、非現実プラス非現実的ですね、なんていうんですかね、こう超独創的すぎて、うん、なんか最先端行きすぎて、なんか別の世界に住んでらっしゃる方ですかっていうぐらいの、うん、なんか現実にいてない感じがすごいするんですよ。だからもう二次元大好きな私としては本当にね、あのなんていうんですかね、だから二次元的見方というか、そうなんですよ、はい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 、で秀樹さんはあのもう普通に付き合いたいって思う人なんですけど、なんかもうなんていうんですかね、もう生々しい感じになるんですよ気持ち悪い言い方は悪いですけど、生々しくなるんですよ、ほんまにね、なんかこう女としての欲望がみたいなところで、だからね、僕その沢田健二さんとか秀樹さんとかこう、まあ、やりだして、あ、蘭さんってそういう風な好きやったんやって思って、僕そこで初めて知ったんですよ、ね、そうなんですよ、今まで全然この人のその好みっていうのはなんかあんまよくわからんかったんやけど、そこで初めて、あ、意外とそういう風な方向なのねみたいな、そうなんですよ、感じがね、あの私の中で、まあ、よくあの秀樹さんもこうなんていうんですか、表現するときになんかファンの方々って、うん、なんかこうなんていうか、絵本から出てきた王子様みたいな人みたいな感じで表現される方が多いんですけど、うん、私の中での絵本から出てきたの王子様はジュリーなんですよ。ああ、なるほどな。本当にあの、うん、まあ漫画で出てくるような、うん、めっちゃバラしょってますみたいな、うん、常にキラキラしょってますっていう、うんうん、男の人がジュリーなんですよ。あ、でもそれってね、グループサウンズ時代からそうやったかもしらん。いやそれ思いません、うん、ねえ、一人だけなんか異次元で住んではるみたいな、うんうん、顔綺麗やなっていう感じで、グループサウンズ時代もね、結構そういう売り方というか、やっぱり王子的な感じの売り方はしてましたんで、はいはい、だからこう、もうこう指さしただけでそこがもう、いやーって、そう、ブワーって倒れるっていうね。今ではないよ。ないっすよ。ないっすよ。ほんま綺麗なんすよ、うん。どの映像を見ても綺麗なんですよ。うん、何やったらこうやってる時のここから垣間見える目と鼻と口のこのラインがカーッみたいな、この世のものとは思えへんぐらい美しいみたいな感じなんですよ。でもだから本当にね、ジュリーはもう、まあ、何せ言っても美しいが一番でございます、ね、まあでもグループサウンズの頃と比べてあんだけ歌唱が変わる人も、うん、そうなんですよ、なかなかないかなっていうのがあって、そう、ジュリーといえばもう唯一無二の声もありますからね。
まあ声もね、低い声がええっすわな、まあ、あのジュリーはね、だだ締めたいのだだやっぱあのだだけ締めたい、そうあのだだけ全部録音して延々ループで聞きたいぐらいのだだだだだそうだ、ね、シンセに打ち込んでな、そうだもうやばいじゃないですか、あのだ、うん、だもうあれでジュリーの声低いのってめっちゃ魅力的やなと思って、うん、まあでも声もね素敵ですよね、唯一無二のこの色気のあなんか艶っぽい声なんですよ私の中で、うん、であの艶っぽいし、でも艶っぽいくせになんで時々さんずいの男出すねんみたいな、あこの塩梅がねなんかこうわしづかみにされるんですよ本当に、まあ、当時すごかったですか、そのグループサウンズからまあ始まりの、うん、そこからソロになってからもまあわきゃわきゃすごい時代でしたからねこの時代って本当にね、うん、ただねなんかこうやること結構過激なんですけど、うんうん、いやらしく見えないんですよね。そうですよね。嫌らしくは嫌味には見えないですね。キンキャミーのあの格好覚えてます？うん、あれ、うん、いやーの感じじゃないですか。えーみたいな。でもあれね普通の人がやるとただ単になんかあの下手者になるじゃないですか。うんうんうん、あれねジュリーのあのこう類まれなるこうえなんですか選ばれし者の。うん、体つきしてるじゃん、うん、また体の話になりますけど、ほんまなんか、うん、欲求不満のオーバーみたいな、もう、ね、でもねあのヒリさんとはこう正反対のなんていうんですかこう女性のラインも兼ねそうなんだから本当に中性的なんですよ、確かにジュリーはそっちっすよね、うん、そうなんですよ、うん、なんだろう綺麗 の, あの感じを全面的に売り出す男性の走りだと思ってるんで、うんうん、私、ね、うん、だからそっから多分その、はい、ほら派生して、はい、X の YOSHIKI さんとか、はい、あんなんとかも私絶対西川貴教さん、西川貴教さんとかもちょっと思うんですよ、結構ハイブリッドに影響を受けてるかもしれない、ね、あのまあまあ過激な格好を昔されてたじゃないですか、うん、絶対ジュリーの影響を受けてると思ってるんで、うん、だってもう西川貴教さんが霞むぐらいの過激な格好じゃないですか、うん、あのなんかストッキングの素材のなんかもう、うん、もう見えちゃってます全部みたいな、うん、あの侍の時にね、確かに確かにあれね、うん、もうちょっと見た時に私はもうね直視ができませんでしたけれどもあの時はあ肌が見えちゃってるってだからそのなんか、まあ、見た目もそうですけども、うん、ジュリーって常に何か驚きを与えてくれるアーティストさんだなと思って、そこがすごいよな、その歌唱力とか十分にあるのに、はい、なんかそこまで攻めてくるっていう引き出しがすごいなんか出せるもん全部出した感じのそうなんですよ、パフォーマンスですからね、でもあれねあの見た目と声がありきだからこそああいった、うん、なんか挑戦的なことができるっていうのはあるんで、うんうんうん、でも本当に唯一無二なんですよ、やることなすことすべてが、うん、あれをそのまんまあの同じことやってますっていう歌手さん見たことないんで私、うんうんうん、だからジュリーにメロメロなんですよ、ね、すげえ。ジュリーのすごいところでね、男性も結構好きで真似する人が多かったっていうことですね、ところどころ見せるさんずいの男が見えるから思うんですよ、それうんかっこいいんですよ、綺麗でかっこよくて なんだろうジュリーを形容する言葉ってね一個に決められないんですよ。あ私ね秀樹さんの時はもうまず秀樹さん情熱ですっていうふうに言えるんですけど、うん、ジュリーの場合ねどれが一番かっていうのが言えないんですよいっぱいありすぎて全部ですみたいな、ジュリーの存在自体が好きですみたいな感じなんですよ最終、うん、それぐらいねなんかこういろんな面持ってって、だからいろんな曲聴いててもあ、うん、このやさぐれ感のジュリーもいいなとか、あまあいろんなありますもんね、ジュリーの曲ってね、やさぐれてるやつもあるし、ロックンロールもあるし、ちょっとしたバラードとかもあるし、バラードチックとか、うん、ね、なんかよずっと見てるとジュリーもどちらかというと歌の世界に没入して演じきることができる、うん、まあそうですね、歌手さんだなっていうふうに思って、劇場みたいな感じでこう
何でしょう、一つのミュージカルじゃないですけども、なんかそういうお芝居を見てる感じがするなっていうのは、はいはい、そうなん確かにありますよね。ええ、うん、だからこうなんていうんですかね、その歌を表現するのに自分も使いつつ、その周りのセットも使いつつっていうのがあるんで、うん、なんかもうジュリーのやってることってもう歌っていうよりかもう芸術のレベルよねっていうふうに私見てて思うんで、うん、ほんでもう俺が子供の時に真似してたぐらいやから、その子供の心がでもつかめるというあの感じがすごいですよね。とても分かりやすいパフォーマンスするときはほんまに分かりやすいパフォーマンスするじゃないですか、振りだったりとか、うんうん、その歌い方だったりとかっていうので、帽子をこうやるとか、これも真似したでこれも真似したで今日尾崎清彦さんなの勝手に仕上がれみたいな、尾崎清さんが、ね、尾崎清彦さんもこれやってましたからね、勝手に投げてね、勝手に仕上がれをカバーするときにね、やってたんですけど、なんかこうなんていうキャッチーな振りと言いますか、帽子を斜めにかぶれる、かぶった第一人者みたいな感じの、そうですよ、しかも斜めにかぶる角度が結構なんか急な角度でちゃいますかみたいな、あれはジュリーでしかできない角度だと思うんですけど、うんうん、なんていうんですかね、あれなんやろ、マイケル・ジャクソンとかどうやったらな、うん、でもジュリーとマイケル・ジャクソンって世代的にそないに変われへんからな、ちょっと影響、いや、あるようでないようで、そこのつながりはちょっと僕分かんないんですけど、でもまあ、うん、マイケルぐらいじゃないですか、これで思いつくのって、うんうん、でもマイケルとまた被ってる角度ちゃうんすよ、うん、マイケルはこう、深いんすよね、そうですけど、ジュリーの場合結構な、めっちゃ前ちゃいます、被ってる位置、前でやって、横目でね殺すって感じ、ちょっとね、見えてるところ殺すってそうでしょ、まあまあ、でも確かに殺されてますけど、毎回ああ美しい言うて、そういう感じかなってジュリーの場合は、うん、だからね、なんかすごい全部がすごいんですよね、だからその、うん、ジュリーのなんかその劇を終始見てるっていう感覚なんで、うんうん、やっぱりなんか美しいもん好きの私からしたら、うん、なんかこう私の欲するもの全部提供してくれてるっていう感じなんですよあの夢見させてくれてますみたいな、はいはいはい、なんか一種の映画なり、私の大好きなアニメを見せていただけると、で常ジュリーを見ると、あのまあ綺麗なバージョンのジュリーはずっとバラしょってるんですよ、うんうんうん、あのバラが自動的に私の頭の中で追加されてんな、変換されてバラしょってますみたいな、やばないでさ、頭そうなの、常にバラしょっとんですよ、うんうん、私の中のジュリーは。で男の時のジュリーはまた違うんですよね、うんうん、なんだったらちょっとなんかこうなんだろう、喧嘩した後の傷がちょっと見え隠れするみたいなぐらいので、お前を守るぜぐらいのなんかこうなんか男気あふれる感じのセリフをなんとなくこう言ってくれてるっていうのを想像しながら見るみたいなあ男前みたいな、でもそれは付き合いたいっていう部類の好きではないんですよ、憧れ、終始憧れでっていう感じですよね。なるほどな、本当に額縁に飾って見ときたいっていうタイプです、鑑賞用って言いますか。でもそう思ってる人結構多いかもしれないけどね、はい、そのグループサウンズの当時ぐらいからそう思ってるんちゃうかな。うちのおかんが好きでしたからね、ジュリー。そうなんですね、うん、ザ・タイガースは好きでしたよやば、うん、うちのおかんが結構好きやったかな、あの頃の世代なんで、うちの親が、あ、グループサウンズ世代ね、うん、今70何ぼ4か5かぐらいかも、はい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 、あ、そんななんねやだけど、そのちょうどそのグループサウンズを聴いてた世代、まあでも、うん、あのね時から群抜いて一人だけちゃうかったじゃないですか、だってもう目で追っちゃうぐらいなんで、あの美貌ね、うん、あのやっぱりGS の時からザ・タイガースってやっぱりちょっと別格やったんちゃうかなと僕思いますね、うんうん、多分ね、僕その時代生きてないから分からへんけど、うん、その親の言うてることとかなんやかんや複合するとやっぱり、あ、この人たち別格やったんかなと思うんですけどね、うんうん、それはもうその時代生きてる人しか分かんないですけど、ね、だからね、私ね、あのなんだろう、秀樹さんの時はこうファンのことを第一優先に考えて命を懸けるタイプの歌手さんじゃないですか、うんうんうん、ジュリーって自分の見せ方究極にうますぎやろっていう人なんで、
すごないです、うん、あそこまでやりきるの。これまたタイプが全然違う、ね、全然違うんですよ、うん、あの似通ってるようで違うもん、ね、そうなんですよ、うん、なんなんすかね、この歌に向ける情熱はお互いに当分であったとしても、その向け方がファンに対してなのか、それとも、まあ、自分っていうその作品をどこまで高めるかっていうのを追求するとこに向けるかっていう違いなんで、ジュリーはアートですね。そうです、うん、ジュリーはアート系ですね。芸術です。存在が芸術なんですよ。アート系だと思います。確かに。だからね、二次元なんです私の中で。ほんまこの世に存在、え、ほんましてますみたいな、うん、え、実はアニメから出てきましたよねとか他の星から来ましたよねみたいな、現実感があんまりないんですよね、うん、またね、ちょっとそのグループサウズの時のとかもね、ちょっとじっくり見てみたいですけどね。そのソロとしてデビューする前 のジュリーなんかちょっと、あの かわいい感じ、そうそう、ね、フレッシュな感じです ね。あんなこうまだ渋い歌唱をしてなかった時ですね。あー、見たい見たいっす、うん、まあ、君だけにのやつは見ましたけど、君だけにヒューって、もうあのなんと広角剣みたいな感じでこうピュンってシャーンって全員切れるみたいなそんな感じでしょあれだって本当に。いや私されてみたいな、絶対失神できると思ういやーこっち来たー言って君だけにだ、すごかったもんね。まあでも本当にね、なんだろう、語り尽くせないんですよね、いろんな面持ちすぎてて、うん、でジュリーもちょっとミステリアスな部分残ってるじゃないですか、うんうんうん、なんかこうどれが本当のジュリーみたいな感じがあるんで、一番がいいに、まあ、見た目はもちろんなんですけども、うん、ジュリーっていうアーティストをなんかこう表す言葉が見つからない、でね、もう一つ、うん、あのね、コントやってもおもろいんですよ、ね、ね、だからそんだけ綺麗でかっこいいとか、うん、いろいろ男前とかありますけども、なおかつお笑いでも結構優秀なんですよね。さすが関西人ですよね。さすが関西人っていう感じの、ね、あんまりこれ言うと怒られるのかもしれんけども、でもコントをちょこちょこ、こう見てるとやっぱ面白いなってこの人とか思いながら。でもやっぱりプラスアルファになるじゃないですか、普段やってることがすごい美しいことやってるのに、もう実際喋ったらおお意外と人間味あふれる、うんうんうん、れるやんみたいな感じになるんで、ね、うん、そうなんですよね。なんか普通に喋ってるとこはすごく人間味なふれるトークをされるんで、うん、この前 のラブラブ愛してるの映像見たでしょ、ね、うん、普通にこう人間味あふれとか、うん、ああ、こういうこと言うよねって関西の人みたいな普通のことを言うじゃないですか、ねね、うん、普通にこう突っ込んだり乗ったりとかするし、そうですよね、うん、そういうところもあったりとか、才能多いですね、マルチ万能ですよね、うん、だからドリフか、ドリフやったかな、うん、なんかのコントが結構面白いですよ、ジュリーのコント、カクラキン大放送とかも出てたんかな、はい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 、うん、多分出てると思う、あの時代の人って大体出てる番組なんで、うん、まああと8時だよとか、うん、ドリフ大爆笑にも出てたんかな、コントのやつ、一通り王道のところ全部出てはるってことって、大体のことだからやられてますね、すごいな、真田健二さんって一通りの、そのだって舞台とかもやられてますし、まあ、今となってはね、普通に俳優さんとしても、ね、うん、俳優もやってますし、やってたり、一通りのことを全部やってるんですよね。やっぱりね、表現力たけてる方って何やってもできますよねっていう感じになりますよね、うん、本当に、うん、そこはまあまあマルチ、意外とマルチな才能をお持ちなんだなと思いますね。器用ですよね、うん、かなりね、うん、いやだからだからこそ難しいっすよね、ジュリーどこが好きって言われたら、うん、どれ選んだらええのみたいな、全部すごい好きなんやけどみたいな感じになるんで、なんかね、志村さんとやってた、はい、なんやおでん、なんていうか居酒屋かなんかのコントか、俺めっちゃ面白かったんけどな面白かったよ、また志村さんとの掛け合いが超面白くて、だからね、今回志村さん亡くなられて代役でっていうのも、ね、まあまあわかるわそれと思うもんな、そんだけやっぱり仲良かったよなと思って、まあそうですよね、うん、いやだからもうね、本当なんで私ジュリーのその存在を名前だけしか知らなかったんだろうっていうふうに思っちゃうぐらいだったんで、ジュリーのレコードも探したいんですけどね、レコードジャケットとか面白いと思いますよ、ああ
結構当時のやつとか、ね、これもな全部家にあってんけどな実は捨てられた、ね、捨てられたおかんが捨てやがったいや本当になんかアートですよね、うん、ジュリーがやってることってね。当時の GS のジャケットとか全部これ見ていったら絶対面白いと思うんですよ、うんうんうん、まあ、僕は1回は見てるんですけど、うん、その家にあったんで見てるんですけど、それを改めて大人になってそのジャケットとかあの LP とかでもね、うんうん、LP とかで写真が出ないからまだ面白いんですよね。そうか、うん、面白いんですよ。今のなんか CD、 今なんてもう CD すらなくなってるやんか。もうね、うん、あの媒体がもう物じゃなくなってしまってるっていうのがね、うん、昔はその物でレコードっていうのがあって、はい、こんな大きくてで中にこうでっかい写真が入ってたりするんですよ。また楽しいんですよね、そういうの見てんのが。なんかその時代ってなんかそのアナログっていいですよね。アナログで良かったです、ね、その時期。とか今でもなんかそういうアナログってなんかあってもいいんじゃないとか思うんですけどね、うんうん、でもあのまあちょっとどっかでねレコードとかあったら入手してちょっと見てみたいなと思うんですけどね、うんうん、面白いですよ。なんかいろんな、ね、多分姿が見れるかもしれないです ね、うん、いやもうだからねジュリーを掘り下げもっと掘り下げていきたいんですけど、うんうんうん、ちょっと私の心がね体力結構使うんすよ。使うんです、受け止めるのに必死すぎてはぁみたいな。やっぱりまた違うんですよね、そのなんていうんですかね、もう、ま、目の前にあることを処理する手間がいるので、うん、毎回ジュリーって、うんうんうん、なんなんですか、もう勝手に心をわしづかみされてるんですよ。よくわからんこと言うてんですさっきから。だからね、あの普通にねジュリーを語ろうと思ったらちょっと私、うん、脳みそ壊れるんですよ、うん、皆さんお分かりかと思うんですけれども、なかなかね。いやでもここまでねランさんがこうなるとは僕は思ってなかったですから、うん、意外とだからなんでしょう、まあ僕最初はね僕がこのこっちの道に連れてきたような感じにはなってると思うんですけども、はい、意外とこれがマッチしたなと最終的には。最初 TOKIO の時はあ、うん、面白いことしてるなこの人、うんうんうん、思ってね、うん、あ声独特と思って、うん、入り口そんなんやったんですよ、うん、それが金キャミからおかしになったんですかね、なんかねあの辺ぐらいですかね。いやー、ね、あれはまあコメントでもぜひこれをこれをっていうのがいっぱい来るんで、でどんどんやられていくっていうね。だってね見たことないですもん、うん、ああいう風になってるのを、うんうん、アーティストさんが、うん、もう過激すぎるじゃないですか、うん、私あのそういうの、ね、生身の人間がそういう風にやってるの免疫ない人なんで、うん、キャーみたいな。今でもこれねあの時代の背景もあるんかなと思って、昔って歌番多かったでしょ、はい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 、そういうの やりがいがあるんですよ、はいはいはい、そういうので見せたら、ね、今ってそんな歌番なくてもうほんまその、はい、アソート状態じゃないですか、その、はい、いろんなアーティストぐしゃってなったなんかほんの短い時間パッて出てみたいな感じで、はい、とりあえず寄せ集めにして視聴率稼ごうっていうのがあるから、で歌番自体もそんなないじゃないですか。でも昔でもめっちゃ歌番要件あったんで、うんうんうん、その格好のしてもやりがいが出るし、で今ってやってもちょっとしか映らへんし、うん、そうです、印象に残らないっすもんね、ちょっとしか映らへんし、ね、歌番に出れるのなんて一人のアーティストでも年に数回もあるかないかですから。そうですね、ってなるとそこまでしてもねっていうのがちょっとあるのかもしれないですね、うん、悲しい時代になってますね。悲しい時代ですよ、本当にそう思います。うん、でも昔は歌番が多かったからこう露出してなんぼみたいなのが、見せてなんぼっていうのはもう結構あったんで、やっぱテレビ、ね、いろんなバージョンもありますし、うん、あともう雨降らせてね、そうそうやったりとかね、一つの曲でもいろいろなのあるやん、ね、で結構その演出こだわってあったんやけど、うんうん、今ってもその予算もないし、で見られる機会ももう10分の1以下に減ってるんで、うんうん、その昭和の頃よりって考えたらなかなかちょっと悲しい時代やなと思います。入れ替わり立ち替わりがもう激しいじゃないですか、うん、今、うん、だからもうあずっとこの人売れてるなっていう人あんまりいてないん で、うん、で今もうどうなるな、コンサートメインとかがでやってる人がその頃の人は多いと思うんで、テレビ時代がちょっともう今廃れてるっていうのが、それもあります、ね、歌番組がねもう廃れちゃって、人の不倫やなんやかんやばっかり報道するようになってしもたというね、うんスキャンダルばっかりね、そんなんどうでもええねんって俺からしたら、なんか個人間の問題じゃないですか、うん、あれってね、うん、
まあたまにその BS とかでこうやってる時はあるけども、ね、なかなかね今その時代の背景上あそのテレビでそういう風なのを見せるっていう風にならんでしょうね。なんか純粋に音楽をこう表現するっていうところがまあ、廃れてきてんのかなっていう感じですよね。見せ方難しいでしょ。ほんで曲もダウンロードでしょう。そうそうなんですよ。ねえ、ジャケットも何もないし、何もないんで、まあ、ちょこっとその写真が入るぐらいであの、アプリの中にぐらいしかないじゃないですか。だからもう動画サイトでなんか MV 見て曲知るとかってそんなんばっかりじゃないですか。やっぱりこういったジュリーがいてた時代のこの見せ方っていうのはなかなか今の時代難しいのかなとは思ったりもするんですけど、でもこれでも衝撃的ですって誰が見ても、ほんでね、この昭和の時代のこの歌番のいいところってテレビじゃないですか、テレビって一定の時間しか放送しないでしょ。だからそこのテレビ一つにその頃って家族集まってみんなで見るんですよ、だこれがまた楽しいんですよ。そのいやジュリーこんなんやとかってこんな人出てるわっていうのをその家族で共有とか共感したりできるんで、そういう楽しみ方があったんですけど、今ってオンデマンドやから一人でこう黙々と動画を見るとかなんで、どうしてもこうセパレートな感じなんですよね。で個人であすごいねと思ったりするんで、人間ってやっぱり僕共感した方がいいと思うんですよね。そっちの方が絶対いいと思いますね、あの一つのものを誰かと見てこう、うわこうよかったって共感してこう、楽しむっていうの、これも一つのね楽しみ方であって、で昔ってそのテレビを見てみんなが共感して、でその頃のそんな歌番って言ったらみんなが見てたから、次の日例えば小学生やったら学校行って、まあ、見たみたいな話をするわけですよ。まだその世代でした、その世代、僕もその世代なんで、昨日これ見たとか、あれ見たとかで、それでワーキャーワーキャーワーキャー、僕らの頃は小学校6年生やと光源氏が流行っとった時代、女子は全員光源氏の話しとった、そういう時代ですね。わかるわ、でも俺男子やからあんまりその分かってなかったんですけど、女子はみんな光源氏みたいな感じの時代やったん で次の日にも昨日は出てあれこうだっていう話題をその次のクラスでやってたっていうね。で今それがないかなっていうのがあって、でもジュリーその走りですよね絶対、多分走りやと思います、ね、その僕この時代はね生きてないから知らないですけど、でもその周り ね、でこの頃ってこう今みたいにネットじゃないですから、その人と会うことがメインじゃないですか、遊ぶにしても、どっか行くにしても、ね、だからその時にこう ちょこっとそういう話題をしたりとか、テレビの話題って結構多かったんかなと思うけど、今ってあのそういう話題をするね感じを見たことがないかなと思うんで、なあ寂しいっちゃ寂しいんですけども、ここまで自分の見せ方に長けたアーティストっていうのをまた出てきてほしいなっていうふうに思うんですけど ね、ある意味この我々の YouTube チャンネルなんですけども、まあ我々みたいなのが語ってますけども、そういう当時のそれを皆さんと共有するっていう意味では意外といいかもしれないです。そうですね、みんなで共有して、まあコメントになりますけどもワイワイ言い合うとね、共有してね、そうそう、一人のアーティストこんな映像ありましたということで、それでみんなでワキャ言うという意外、その、昭和の時代のテレビにみんなが集まるっていうのをちょっとネット上ですけど YouTube でちょっとは再現できてるのかなって僕思いますけど、まあ、そうですよね、で私たちはそのワキャ言うてるところをちょっとこう覗き見させてもらって勉強させてもらったみたいな感じなんで、まだまだそのジュリーのことに関してはもう全然分かってないとこいっぱいあります、表面上のところでピーピー言うてるだけとかね、なんかこう声がキャーとか言うてるだけですけれども、まあこれからなんかこのジュリーについてもっともっと深く知っていけたらいいなっていうふうに思いますし、だってこの衣装とかもなんかその服こう考えてくださってスタイリストの方もいてるっていうふうに言ってたんで、やっぱりなんかそういったいろんな人と関わりながらこう見せ方をこうやっていくっていうあたりで、もうすごいなっていうふうに思いますね。我々もなんかちょっとお金入るようになったスタイリストつけますか。つけますか。スタイリストつけますか。いやもうコンティシャツ一丁でいきましょうよ。金キャミやめて、もう金キャミでもそれ言う金太郎みたいな。金太郎金太郎。いやダメだよ、金キャミなんかしたらそらもう
いろんなところがちょっとあらわになってしまいますので、ダメです私、ダメです、あんなあれはもうジュリにしか許されてない、そんな私通報されますよ、キンキャミなんか聞かしたら、ダメです、ダメです、美しい人がせなあかんです、美しい人が、ほんまに、まあそんな感じでね、うん、まあでもそのテレビの前でワイワイ言うのを我々、うん、まあ、ちょっと僕そのイメージ実はありまして、うん、その一つのその時代とかそのアーティストの話題をね、YouTube でバキャ言いながらみんなで話題にできたら面白いんかなという、まあ そうですね、その当時のね、はい、テレビの前を再現するみたいな感じでできたらいいんかなと思ってますけどね、今それに近いことになってきてるのかな、はい、とは思ってますけどね、うんうん、はい、はいはい、ということでちょっと長々話しましたけど、はい、今回はちょっとランさんにジュリーを語ってもらいましたということで、はい、なぜジュリーが好きになったかとか結果ね、うまいことまとまりませんっていう内容でございます、好きなもんは好きやからな、しゃあないよね、理由なんかないさ、はい、っていう話です、はいはい、ということで、はいはい、これぐらいにして終了したいと思います、はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いしま す。ではでは、毎日見てやありがとうございます。You are